皆さんこんばんルーム小倉優衣です。小倉優衣のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。今夜で84回目の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちなみに今日は日付変わって2月4日なんですけども、ぷよの日というゲームのぷよぷよの日だそうです。いつもこの番組なんとかの日ですっていう紹介を付け加えること多いですけど、まさかぷよぷよまで来るとはね。ぷよぷよは小さい頃遊んだ記憶がありますね。しかも結構ハマっていた気がします。あと、過去書きでゆいちゃんは小さい頃どんなゲームで遊んでいましたかと書かれていますが、私はどうだったかな、あまりそんなにゲームっ子ってことはなかったんですけど、ドハマりしたゲームですごい印象深いのは、小学生の頃にですね、カードゲームでおしゃれ魔女ラブ&ベリーっていうやつが出てたんですけど、どうですかね、同世代の方とか懐かしさを、ね、感じる方いらっしゃいますか。あれすごい大好きで、おしゃれ魔女ですよ、はい、おしゃれ魔女すごいやってました。とにかくカードをいっぱい集めてコレクションして、何が楽しいかっていうと、待ってる時に前後で並んでる女の子たちと自分がこうダブってるカードボックスみたいなのをね見せ合って交換する制度っていうか、何なんですかね、文化とかがあったりして、そういうところでこうゲームならではのコミュニケーションというんですか、今はねみんなやっぱオンラインとかでできちゃうから、そういうのもないのかな、どうなんでしょう、わからないですけど、やっぱあれが、楽しみだったな。なんか DS でソフトも出たりしたけど、やっぱりこう店頭で並んでやるからこそ楽しいっていうかね、こう他の子に見られてる緊張感とかも含めて、やっぱカードゲームの楽しさなのかなって思ったりしましたね。そんな思い出がありましたわ。そんなぐらいですね。まあでも2月に入ったということで、今月は、バレンタインがあったりとかね、あとはアルバムの発売もありますので、いろいろ色濃いね月になるんじゃないかなと思います。ではでは参りましょう、小倉優衣のゆいルーム。皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣サードアルバム、白く咲く花、永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、アップルガールなど新曲9曲を含む全13曲を収録。小倉優衣ホップステップアップル、2月20日発売。上坂すみれのヤバい〇〇テレビスペシャルブルーレイが発売決定。本編に加え、オンエアではヤバすぎてカットされてしまった未公開シーンもたっぷり収録。上坂すみれのヤバい〇〇テレビスペシャルブルーレイ、3月6日発売。水木奈々ミュージッククリップ集の第8弾、7クリップス8。スターティングナウからネバーサレンダーまで7曲のミュージッククリップに加え、絶対的幸福論のアナザーバージョンも収録。ブルーレイ&DVD でキングレコードより3月20日発売。改めましてこんばんルーム、小倉優衣です。さあここでフリートークのお時間になりますが、今日は珍しく話題がありましてまあしょうもない話題なんですけど、最近私がちょっとだけハマっているものがあるので、そちらをご紹介したいと思います。ハマってると言っても本当ここ数日の出来事なんですけども、だからこの話題もいつまで持つかわからないですが、携帯のねアプリで今ちょっとだけハマってるアプリがあるんで、それ紹介します。名前がゼペットっていうアプリなんですけど、これ聞いたことある方いらっしゃいますかね。まあ簡単に言うと、自分そっくりのアバターがこう作れるアプリになっています。結構流行ってるのかなみたいで、私はこれヘアメイクさんからおすすめされて
作ったんですけど、やってみると案外楽しくてね。何がこう魅力かっていうと、まずこう自分そっくりのアバターをいろいろカスタマイズしていくんですけど、その時に自分の顔の大きさとか目の形とか髪型とか、もういろんなものがすっごい細かく作り込めるんですよ。だからちょっと時間はかかるんだけど、こう自分の分身のようなキャラクターが作ることができるんですよね。で、それをこう作れると、なんかちょっと愛着が湧いてきて、今度はそのキャラに対してなんかこう面白く可愛く思えてくるっていう。で、その自分が作ったキャラクターを今度はいろんな服にね着せ替えて、コイン集めて着せ替えをしたりとか、あと部屋があるんですけど、その部屋の模様替えとかもできたりして、ほんとちょっとしたなんかそういうゲームいっぱいあるじゃないですか。なんかそれのいいとこ取りをしたような感じのアプリになっていて、であとね、個人的に面白いのがスタンプをね作れるんですよ。オリジナルの LINE とかで使えるような。なんでそれを作るのが結構、ポーズとか表情とかも自分でこうきめ細かくね指定することができて、でまたちょっと自分の顔に似てる部分とかがあると、なんかちょっとクスッとできる要素があって、なんか気晴らしになりますね。はい。で、最初この自分とちょっとね、自分に近いキャラクターができるまでの道のりがすごく大変で、本当にいないとね、これは誰なんだろうっていう気分になる時間がすごい、一番しんどいんですけど、一回キャラができちゃうとね、結構楽しくって、あとね、友達を追加したりすると、その知り合いのね、お友達のキャラクターと一緒に、なんか、撮影ができたりとか、その一緒に撮影したキャラクターの画像を、実際に撮った写真に合成してね、例えば、このユイルームの収録中の、こう、内装っていうんですか、この収録風景写真撮ったとするじゃないですか。そうすると、その合成した時に、あたかもこの空いてる椅子に、自分のね、他の仲いい友達とかが、こう座ってるような、そういう合成をできるんですよ。だから、本当の写真は私しかいないのに、その合成した写真にはみんな、なんか机に座ったり椅子に座ったりしてる、こう合成が作れたりとか。そうすると、撮影中のね、バックヤードの写真とかを撮って、ヘアメイクさんとか衣装さんとかが、私が撮ってる横のね、撮影してるソファーの横で、なんか爆笑して座ってる写真とか合成すると、なんか仕事しろよ、みたいな、ツッコミを入れたりとか、まあ、そんな、ほんとくだらない、感じの、はい、やつなんですけど、なんかそれがちょっと楽しかったりして、はい、とスタンプを送り合ったりとかしてね、やるとすごい楽しくて。で、またこの、ちょっと似てるとね、面白いんですよ。なんかその人の顔の特徴とかが、より鮮明にね、こう、できると、友達と本当にやってて楽しめるアプリだなっていうふうに思いました。ぜひやってみてください。そんな感じでフリートークでした。では、皆さんからのお便りもご紹介していきましょう。ルームネーム、ミックさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。私はゆいちゃんより一つ年上の女です。私事で申し訳ないのですが、この場を借りてゆいちゃんに直接報告したいことがあります。最近の出来事ではないのですが、私無事子供を出産しまして、おー、おめでたい、すごい。性別が女の子なので名前をゆいと命名させていただきました。すごい、漢字も一緒。ゆいちゃんが中学生だった頃から応援している私としては、無事生まれて性別がはっきりした瞬間、もうゆいという案しか浮かばず、この子もゆいちゃんのように可愛くてまっすぐで何事にも一生懸命に取り組むような素敵な女性に育ってほしいなと思っています。自分の中だけにしまっておこうと考えていたのですが、こうして声の届くうちにやっぱり伝えたいと思って今回メールさせていただきました。ラジオで紹介されなくても目を通していただけたら嬉しいな。これからもずっとずっと応援しています。産後もライブは全部参加してますよ。今年のツアーも楽しみです。ってわけでありがとうございます。わー、すごい嬉しい。いやー、出産お疲れ様でした。お母さんなんですね。わー、素敵。しかもね、同じゆいという名前を、お子様に付けられたということで。いやー、なんか、恐れ多いですよ、ほんと。いいんですか？嬉し、恥ずかしいですね。だから私もこういう、こう名前をね、
赤ちゃんにね、つけてくれたきっかけとなるような女性でいなければなぁと、なんか改めて思わされるような、そんないつまでもね、皆さんからそう、ね、言っていただけるような立派な人間でいたいものだなぁと、はい、思っています。わぁ、嬉しい。いつかこのゆいちゃんにもライブに遊びに来てもらえる日が来たら嬉しいなぁ。その時はゆい様特等席っていうのを設けて。あげたいぐらいですね。ああ、じゃあ、ゆいちゃん、いつかライブに、お待ちしています。じゃあ、子育てもね、大変だと思いますが、息抜きしながら頑張ってください。では、続いて、ルームネーム、すずももさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。今年からスケジュール帳を書こうと思って買ったのですが、うまくまとめることができません。勝手なイメージでゆいちゃんは得意そうだなと思ったので、コツや秘訣などが聞けたらなと思います。変な質問ですみません。お邪魔しました。おやすみとボール。ってわけで、ありがとうございます。お、スケジュール帳ね。どうなんでしょう。私、実は最近もあまり書いてなくて、というのもね、現代日々電子化というものが進んでいる中で、最近はもうスケジュールもですね、ほぼネットのカレンダーとかで管理してるので、私あんまりこの今自分で書いているものってないかもしれないですね。本当はね、紙でも管理した方がいいんでしょうけど、やっぱりコロコロ変化していくものなので、やっぱりその場で確認できれば、それがいいのかなって思って、最近はね、なかなか手書きってこともなくなっていますけど、でもどうなんでしょうね。やっぱり声優っていう職業柄、手書きでスケジュール管理されてる方は周り多そうですけどね。結構話聞くと。そう、ただね、やっぱり、このさつままさんは手書きでやりたいのかな、わからないけど、全然最近いろんなアプリケーションとかあるから、そういうのを駆使していけば、その必ずしもね、手書きじゃなくても、うまく、ね、コントロールできるんじゃないかなって。だから最近はね、手帳とかも売り上げとかね、減ってそうですよね。もう全部今アプリとかでできちゃうもんね。何でもかんでも。日記？日記？日記？日記ってなんかあったな、そういえばそんなの。でもあれもなんかアプリあるでしょ、きっとね。やっぱあれ、アプリを紹介するコーナー作ってさ。そこで、また日記をこう、今度は、電子化？やっぱほら、小倉優電子化計画も進めなきゃいけないんで。だから、まあ、日記もやっぱ、アプリだよね。今の時代。そういうことにしよう。まあ、手書きの日記は続きませんでしたね、私は。はい。そんな感じで、コツとか秘訣だから私はちょっとわからないです。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。続いて、ルームネーム、稲遠坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは、こんばんは。突然ですが、最近、マヨ納豆キャベツにハマりました。納豆をかっこ、中粒タイプと、千切りキャベツと、マヨネーズを混ぜ混ぜしただけの食べ物ですが、とっても食べ応えありました。ちなみに、この食べ物は、マヨの油感と納豆、納豆の粘り気が混ざってなんかすごいことになるので家で食べるのをおすすめします。え、どういうこと、何がすごいんだろう。これもうゆいルームでやるしかないじゃないですか。家音がすごい、なんかすごいことになるので家でって書いてあるのに、だってここ家ですもんね、ルームだから。ちょっと、あと、このスタジオ、撮った収録の後の、ね、このスタジオに入る人に申し訳ないですけど。納豆とキャベツの、マヨネーズ和え。なんか見た目はね、正直とても美味しそうとは、言えないビジュアルですけど。どうなんだろうね。なんかでもダイエットとかになりそう。どうかな？でもキャベツと納豆だもんね。カロリーはそんなに。ちょっと気になる。ここでやってみますか。今度ね。ゆいルームキッチンでじゃあ。新コーナー。創作料理。キッチンありますよ。ワンルームだけど。ね。ぜひこれはちょっと気になります。ごま油とかちょっと垂らしたらね。美味しそう。はい。こんな感じでお便り紹介しました。今後もどんどん送ってきてください。ではここで一曲お届けしましょう。こちらラジオでは初音目になります。2月20日リリースのサードアルバム、ポップステップアップルより、小倉優衣で、君が好きです。
今月のクエスチョン。こちらは私がリスナーの皆さんに聞きたいことを質問するコーナーです。テーマは月ごとに変わります。ということで、今回のテーマはこちらでした。2019年小倉優衣にやってみてほしいこと。はい、では早速ご紹介していきましょう。ルームネームアカシューさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんルームお邪魔します。僕がゆいちゃんにおすすめするのはスノボです。寒い中滑っていると寒さも感じませんし、むしろ風を切ってとても気持ちいいですよ。うまくできなくて転んでしまうゆいちゃんは可愛くて見てみたいです。もしうまくいってしまってもスノボができるという社長のクールな一面を作ることもできていいと思います。ゆいちゃんの可愛いスノボウェア姿も見てみたいです。いかがですか。ああ、私スキー派です。ちなみにスキーはもう幼少期からめちゃめちゃスキー場に両親に連れて行かれまくってすごい得意でしたあ、行けます行けます。全然小学生ですけど大人の上級者コースを滑ってマイスキー板とか持ってましたね。今はもうしばらく行ってないんでできるかわかんないんですけど、ウィンタースポーツ結構好きなんですよ。私スケートもすごい好きですし、ただもうやっぱ職業柄危ないから行っちゃダメって言われてて、本当行きたいですねスキーは。行きたい。だから仕事であれば一番いいんですけどね。スノボはちょっと怖いですね。スキーの人は多分あんまりどうなんでしょう、わかんないけど、スノボの人ってもうスノボ愛って感じじゃないですか。スキーの人はなんかもうスキー派っていうイメージが強い。だから今からスノボに行くってことはないかな。でも久々に雪山に行ってね、私もスキー滑りたいな。じゃあ続いてルームネームマニさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、お邪魔します。2019年のゆいちゃんに挑戦してほしいこと、それは作曲です。ゆいちゃんはラジオの話をするとき、こういう風に聞いたら楽しいんじゃないかな、ライブでも盛り上がると思いますなど、聞き手側の立場で語ってくれることが多いですよね。常にファンのことを考えながら曲と向き合っている姿勢尊敬しています。そしてそんなゆいちゃんが作る曲なら、きっとゆいちゃん自身や我々ファンにとって素敵な曲になると思うんです。楽器を弾きながら考えたり、ふと思いついたメロディーをそのまま膨らませてみたり、曲作りにはいろんな方法があります。ゆいちゃんにもゆいちゃんなりのやり方で挑戦してみてほしいです。というわけでありがとうございます。はぁ、作曲か。作曲はもう考えたことなかったな。作詞はね、今回のアルバムでも一曲させていただいたりして結構楽しいなーって思ってきてもいるんですけど、作曲ってなんかどうしても難しいイメージがあって、作詞は私曲いつも先行ではめていってるので、なんかこうちょっと限定されたものがあると考えやすいんですけど、こう何もないフリーの状況でメロディーとかこうコンセプトとかを考えて作り上げるって相当な想像力と根気強さがないとできないことかなって私は思ってるので、なんか自分にその才能あると思えないし、すぐ飽きちゃいそうだし、あとなんかこうやっぱり曲ってどっかしらなんか聞き覚えのあるメロディーとかやっぱあるはずだから、それが積もり重なって曲作ったのになんかこの曲と類似してましたとか言われちゃったら悲しいから、そういうの怖いからなんかできない今のところあんま興味がないんですけどね。あと楽器がね、あんまそもそも弾けないから、ピアノは昔習ってましたけどね、でも今でも弾ける曲とか特にないしなぁ。なんだろうね。みんなどうやって考えたかすごいなって思います。作曲家さんとかは。よくね、本当に素敵な楽曲とかをね、本当考えられてすごい本当尊敬でしかないです。続いて、ルームネームぴょん吉さんからいただきました。男装なんてどうですか？可愛い系のゆいちゃんですが、宝塚の男役風やストリート系なんかも実は似合うんじゃと思います。ありがとうございます。男装ね。なんかたまにね、やられてる方いますよね。わかんないけど。企画とかで。私も実はあるんですけどね。なんか、数える程度かな？なんかそう。なんか雑誌かな？とかそういうのでやったっけ？ことある気がする。なんか MV とかでやるの面白いかもね。今回アップルガールでは昭和っぽい
アイドルに挑戦しましたけど、そういうのでこう一人自分が男の子役をやるとかそういうこと。でも私どうかな、あんまりイケメンって感じじゃないと思うんだよな、自分の顔立ち的に。なんかちょっと少年っぽくなりそう。うん、だからね、どうなんでしょう、あんま想像つきませんが、確かになんか自分でそうだね、演じるっていうのはありかもしんない。うん、なんか MV とか出てきたら面白そう。はい、ありがとうございます。続いてルームネーム日本ツインテール協会会長さんからいただきました。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん、ルーム。2019年ゆいちゃんにやってみてほしいことですが、 VR に挑戦してみてほしいです。最近ゲーム業界などで360度の映像を体験できるバーチャルリアリティが話題ですが、例えばゆいちゃんのライブを360度体験できるとか、部屋の中にゆいちゃんがいてまるで隣にいるような映像作品に挑戦してみてほしいです。おそらく声優さん本人が出演する VR 作品はまだ誰もやっていないと思います。今ゆいちゃんが挑戦すれば世界初になるかもしれません。ありがとうございます。あ、私この間やりましたよ、これ。作品のVR コメンタリーっていうのがあってですね、特典でジュリエットかなでやりましたよ。だからもう挑戦しちゃいましたね、これは。うん、しもしやるなら、その私が出演するんじゃなくて、見たりやったりする方の声をお届けしたい。いや、私気になる、行ったことないんですよ、あの VR の施設でしたっけ、なんかあるじゃないですか、あれ行ってみたいから、なんかロケとかでやってみたい、そういうの機会があれば。うん、はい、そんなところですかね。ありがとうございました。というわけで2019年いろんなことができそうな予感ですかね。はい、あれたくさんのお便りありがとうございます。では次回のテーマを発表しましょう。次回はこちら、あなたが今ステップアップしたいこと。はい、次回2月のテーマになるということで、まあ、アルバムホップステップアップルの発売も近いので、まあ、それにちょっとかけてね、私じゃなくて皆さんがなんか近頃ここステップアップしたいなとか、自分のこういうところもちょっと向上させたいなとか、そういうところがあったらぜひ聞かせてください。というわけで次回はこちらのテーマで募集したいと思います。たくさんのお便りお待ちしています。小倉優衣です。もしも私が妹や彼女だったら、いろんなもしもを詰め込んでトレーディングカードになっちゃいました。ボイスアクターカードコレクションボリューム3、ゆいか、もしも小倉ゆいがカードになったら、3月14日発売。水瀬ひよりです。7枚目のシングルができました。テレビアニメエンドローのエンディングテーマ、ワンダーキャラバンを含む全3曲を収録。水瀬よりワンダーキャラバン発売中。私たち勇者パーティーの歌ができたよ。ファイたち才能あるよね。セイラさん人一倍練習してたっすもんね。それは言わないで。テレビアニメエンドロールオープニングテーマエンドロール発売中。お送りしてきました小倉優衣のイエイルーム、ずっと二人で聞きながらエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。各コーナー宛て、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送小倉優衣のイエイルームそれぞれの係まで。メールでもお待ちしています。アドレスはイエイルーム @joqr.net です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所氏名の記入を忘れないようにしてください。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。2月20日にサードアルバムホップステップアップルをリリースします。現在 YouTube にてアップルガールのミュージックビデオが公開中です。またアルバムに収録される新曲をアップルームというお部屋からお届けする新曲視聴ムービー小倉優衣のアップルームでは、発売日までの毎週火曜日正午頃に小倉優衣 YouTube オフィシャルチャンネルにて順次公開となりますので、ぜひチェックしてくださいね。そして5月18日土曜日、神田明神ホールにて小倉優衣のユイルーム放送100回突破記念
公開録音イベントを開催します。参加方法ですが、サードアルバムホップステップアップル全携帯すべての初回製造分にイベント抽選シリアルナンバーが封入されています。詳しい応募方法はアルバム封入チラシをご確認ください。それから小倉唯初のトレーディングカード、ゆいか、もしも小倉唯がカードになったらが3月14日に発売されます。もしも彼女だったら、もしも同じサークルだったらなど、いろんなシチュエーションを楽しめちゃうカードになっています。そして4月より小倉唯衣ライブツアー2019ステップアップルが開催されます。4月6日土曜日、大阪オリックス劇場、7日日曜日、滋賀県立芸術劇場琵琶湖ホール、14日日曜日、愛知一宮市民会館、21日日曜日、新潟テルサ、28日日曜日、仙台サンプラザホール、そして5月3日金曜日と4日土曜日に千葉幕張メッセで 2days を行いまして、全6都市7公演の開催となります。ぜひ遊びに来てくださいね。さて第84回目の放送でしたが、今回はやっぱ VR が気になるな。私実際に見たことないんじゃないかな。ちゃんと見たことないんでね、一回やっぱ行ってみたいな、どっかで。というわけで今回この辺でお別れです。ここまでのお相手は小倉唯衣でした。またゆいの部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。FM916 AM1134 文化放送です。文化放送にて毎週火曜夜9時から放送中の山本のぞみ田中孝子のキングスレーディオ、スマートフォン向けゲームキングスレードの魅力と情報をお届けしています。私たちのキングなトークが聞けますよ。キングなトーク、放送を聞けばわかります。ちょっと危ういキングなトーク、お楽しみに。恋するチャックでの衝撃のデビューから40年、リッキー・リー・ジョーンズ待望の来日公演決定。5月17日金曜日、文化村オーチャードホール午後7時開演。チケットは各プレイガイドにて先行発売中。詳しくは 0570-550-799  共同東京まで。ホテユージです。中村修吾です。そこそこいい年齢になった僕たち2人がかっこいい大人を目指して成長していく番組、ホセ週5のアダルトボーイ、超 A&G プラスで毎週水曜深夜2時30分から。俺と大人な関係にならないか。あなたのマイメディア文化放送1時です。